30マイルですけれどもね、はい、もうやはり場数踏んでるところはね、うん、高いレベルで踏んでますから、はい、もう大ベテランの顔ですよね。すっかり落ち着いていますね。やはり今一つね、はい、ここで階段を上がるぐらいのね、うん、まあそんな家に軽い気持ちじゃないかと思うんですけどね。まあそういうふうに自分に言い聞かせて、ここは一つ力を出し切れるようにということなんでしょう。さあ1番の東出選手、随分気合を入れているようです。ここは地元ってことでね、千葉県ですからね、やはり勝ちたいでしょうね。菊田さん、ここでも地元のその選手のヘルメットを投げるとこ見られるかどうか楽しみですね。いやだからね、なんとかね、はい、3本目の、はい、東出選手、昨日も一昨日もヘルメットをファンの皆さんにプレゼントしてますからね。あれを投げたいと、はい、というとこでしょうね。思ってるでしょうね。さあ、いよいよ最終第11レース S 級決勝戦を迎えました。では東京伝説佐川さんの実況でどうぞ。開設47周年記念、前節もいよいよクライマックス。果たして勝利の架け橋を渡り切って栄冠を手にするのは、優勝候補ナンバーワンは神山雄一郎、そして松戸記念 V2 なるか東出武史、豪華なメンバーが揃いました。第11レース S 級の決勝戦、対戦メンバーです。もちろん目指すは松戸記念2連覇、地元千葉東出武史、北日本を代表するトップレーサー北海道俵信行、タイトルホルダー今年岸和田のダービーチャンプ岐阜の濱口孝明、粘りの走りで決勝進出静岡大沢義文、一撃必殺の切り札得意のまくりが炸裂か東の横綱栃木の神山雄一郎、欠場明けも何のその完全復活をアピール千葉の佐藤光三、先行まくりと連日エンジン全開愛知渡来広和、神山マークを守りきって直線勝負茨城の上方広次、縦のスピードは抜群、横もしぶとい地元の相田翔一、以上トップ9 S 級の決勝戦の激突となります。東の横綱、もちろん優勝候補ナンバーワンは5番の神山雄一郎、マクド記念2連覇なるか東出武史、3番浜口は岸和田のダービーチャンプ、相田翔一は東出をがっつりサポートです。発走準備整いました。第11レース S 級決勝戦、神山雄一郎、閉じた瞳の奥には優勝の文字が浮かんでいるんでしょうか。前傾姿勢へと移ります。第11レース S 級決勝戦スタートです。神山が前を取って受けて立ちます。独占競争4着も準決勝先行して楽に逃げ切ってパワーを見せつけました。神山が前です。そして上方、神山マークを守りきって直線勝負持ち込みたいところ、インコース佐藤光三です。1番の東出、東出は初日2日目と2連勝、もちろん狙うは神山の番手、そして松戸記念2連覇優勝してヘルメットをスタンドに投げ込みたいところ、9番の相田翔一、相田は準決勝渡来後方から差し切っております。番手戦です。インコース上方、アウトに東出、54回生同士の番手戦、9番間の後ろに6番の佐藤、地元勢は3名揃います。中段構えたのが渡来広和、先行まくりと攻撃力抜群、神山相手に大掛けを見せるんでしょうか。渡来マークは濱口です。渡来が神山を封じ込めば直線切れるだけにチャンスはあります。3番濱口孝明、7番3番そして俵です。俵は浜口の後ろから一発狙う構え、4番の大沢は俵の後ろ最後尾に狙いを絞っております。番手は依然もつれたまま、東の横綱神山雄一郎の機動力をめぐって伊庭土地でインコースに上方、地元主張で千葉の東出がアウトコース、果たして東出が番手取るのか上方が守るのか、9番の間、6番の佐藤と地元勢は3名揃います。中段渡来の仕掛けどころが一つの鍵、渡来マークはダービーチャンプ濱口孝明、マーク校舎の俵信行、
そして今シリーズ好調の4番の大沢最高峰です。5番の神山が主導権、神山の後ろ初回から並走です。髪型がインコース、アウト東出、地元バンク東出武史、アウトコースインコース髪型、そして9番間チャンスを伺います。渡来が仕掛けるか、4コーナーを回ったところで渡来余ります。マーク浜口、そして俵大沢と4名のライン、神山は中段、依然後ろはもつれたまま、髪型かあるいは地元の東出か、髪型か東出か合わせ込んだまま、神山は中段、先行渡来ジャン先行、落車があった、アクセント、なんと東出が落車か、先行7番の渡来、番手浜口、そして3番手俵、4番の大沢、神山は中段から得意のまくり作戦が効くかどうか。さあ渡来先行、番手に浜口、3番手田原まくっていく、神山まくっていく、神山の豪快なまくり、合わせるように浜口だ、浜口もブロック守備を引っ込んだ、センターから4コーナー、神山先頭だった、神山雄一郎、神山雄一郎優勝。2番手争いは微妙、外を田原、そしてインコース3番の浜口、一撃必殺のまくりが炸裂、5番の神山雄一郎。解説47周年記念、前節チャンピオンは神山雄一郎か。2番手争いは微妙です。外を突っ込んだのが田原、そしてインコース浜口、しかし落車がありました。1番地元の東出選手がなんと落車のアクシデント、ゴール線上は神山雄一郎、そして2番手争いは田原か浜口かといったところですが、第3コーナー赤畑です。第3コーナーで赤畑です。第11レース S 級決勝戦の模様でした。ゴールスロー VTR でご覧いただきますが、お伝えしておりますように、ただいま3コーナー審判から赤旗が上がりました。しばらくお待ちくださいませ。ゴールもう一度角度を変えてご覧いただきます。何か、はい、5番が1位到達しているようですが、2番と3番がだいぶ微妙なようです。合わせまして最終第11レース、ゴールはしておりますが、バックストレッチ付近におきまして1番東出選手が落車しております。第3コーナー審判員から赤旗の掲示がございましたので審議に入ります。なお審議対象選手がまだ発表されておりません。どうぞレースの決定までお待ちください。バンクの中では5番の亀山選手のファンの皆さんの声援に応えておりますが、このレース審議中でございます。主導権を取っていこうとした7番の渡来選手、そして中段から5番の神山選手が攻めて勝利か競争でした。ただいまの赤旗の対象は8番です。なお8番は3着までには関係ありません。発表されました第3コーナー審判員の赤旗対象選手は8番の上方選手ということですが、上位到達ではないという発表も合わせてされております。従いましてもう間もなく決定放送が入るかと思われます。5番の神山選手、そしてどうでしょうか、3番か2番かと、こういったあたりが上位入着だったのではないか。5番神山雄一郎、2着2番俵信行、3着3番浜口隆明、枠番連勝短式、4と2の組で3150円、4と2の組で3150円、車番連勝短式、5番2番で3250円。この中で神山選手の表彰式、表彰式インタビューです。まず今のお気持ちをお聞かせください。あ、すごく嬉しいです。途中後ろでアクシデントが起こりましたが、そうですね、ガチャッと音がしたんでちょっとハッとしましたけど、あまり気にはならなかったですか。いや、少し気になったんですけど、あとは自分のタイミングだけで行こうと思いました。この決勝戦、勝因はどこにあると思いますか。やっぱり自分のラインが長くなったっていうことが一番です。本当に過密なスケジュールでしたけれども、調子は最高ですね。そうですね、なんとか参加して2日間あるんで、最終日までには体調を整えようと思ってるんで、なんとか最終日はいい競争ができてます。本当にファンの皆さんの期待に応えたと思いますが、これからのレースの予定は。もう明日からちょっとオーストラリアの方に出かけるんで、9月までもう走らないんで。本当に大変だと思いますが、最後にファンの皆様に一言お願いします。そうですね、初日成績悪くても応援、温かい応援もらったので、なんとかここに来て
その声援に応えたかったので今日ここに来れて本当に嬉しく思います。またこれからも。